相撲を取る準備が整った。緊張感が漂う中、寄せ太鼓の音は街行く人々に相撲場への来場を知っている。にぎわう街の中で相撲を心待ちにしている民衆は舞い始める。迫力のある力強い動きとしなやかで美しい動きを交互に披露し、重力5を制す、強力10を立つ相撲を表現する。ここで現れる紫の影、負を司る漁師が土俵へとご案内。いよいよ土俵に力士が入る。力士の男らしさ、力強さを心技体で表現。闘志に燃えるこの思いをとくとご覧あれ。会場は緊張で静まり返り、土俵をこする砂の音だけが響き、ついに取り組みが始まる。発狂力士の雄たけびに客たちの歓声が響き渡る。がむしゃらに激しい取り組みが繰り広げられている。勝負がつき戦いが終わった。観客たちは興奮して座布団を投げている。力士たちの勇敢と力強い姿は客たちを感動させ元気づけたのである。民衆の中からはこれからの相撲や大阪の繁栄を期待する声が飛び交っている。相撲は今日も人々に大切なことを教えてくれた。恐れず進め。演舞紹介ご覧いただきありがとうございました。これから披露させていただきます演舞は関前2017年の演舞大一番と言います。踊り子の準備はもう早速整っておりますので呼んでみたいと思います。いくぞ。楽しい頑張れと時間だ。改めましてこんにちは、関西大学学生チーム関前です。これから披露させていただきます演舞は2017年度演舞大一番、テーマは大阪相撲となっております。力士の力強さや、それを見てにぎわう民衆の姿を踊りと声で全力で表現いたします。お越しいただいているお客様も、寒空の中ご覧いただいているかと思いますが、力士もこの格好で全力で熱気あふれる演舞をお届けいたします。精一杯演舞いたします。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。力士の勇姿に重ねる思い、大阪相撲今、読み